皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の英文法、今回は if について説明します。この if 何々というのは、もし何々ならばという意味を表す表現です。例えば例の1で、もしあなたが忙しいなら私が手伝います。こういう意味に合う英文を作るとき、あなたが忙しいの部分の前、 You are busy の前に if をつけて、 If you are busy, I will help you、ね、If you are busy, I will help you、 こんな風に表現します。この前の部分と後ろの部分、順番を入れ替えることができます。I will を短くして I にして、 I'll help you を前に出して、前にあった If you are busy を後ろにつけると、 If you are busy, I'll help you if you are busy、 これも上の If you are busy, I will help you と同じ意味の文章です。気をつけたいのは、 If の文が前に来るときですね、前に置くとき、後ろの文との間、前の部分と後ろの部分ですね、この間にカンマ、ここの部分ですね、これを入れます。 if の文章、後ろに来た時にはカンマは入らないんですね。このことをしっかり覚えておいてください。 if は2つの文章を結ぶ接続詞です。ですから、ここで if を使って2つの文を1つにしてみましょう。例の2番、 You read this book, you will like it、ね、こんな文章ですね。あなたがこの本を読む、あなたはそれを気に入るだろうと、こういう文章、これを1つの文章にするとき、あなたがこの本を読めばあなたはきっとそれを気に入るでしょう、こんな風に言えますね。ですから You read this book の前に if をつけて、 If you read this book, if が前に来ているので、ここでカンマ入れます。で、 You will like it、 こんなふうになりますね。 If you read this book, you will like it、 もしあなたはこの本を読めばあなたはそれを気に入るでしょうと、ね、この You read this book も実はまだ読んでいないんで、未来、もし読んだらというのはこれから読めばということなので、未来を表しているんですけれど、 if 何々の部分、ここの部分ですね、この部分が未来を表す場合でも、 if の文章の中に未来を表す will、 これを使いません。これは大切なのでしっかり覚えておいてください。 if の部分が未来を表す場合でも、この if の中に、 if の文の中に未来を表す will は使わないんですね。ではもう一つ、if を使って、2つの文を1つにしてみますね。例の3、 You are busy, you don't have to come、 あなたは忙しいと、ね、You don't have to、 don't have to ですから何々する必要がないと、 come ですからあなたは来る必要がありませんよ、来なくてもいいんですよという文章が、来ていますね。もしあなたが忙しければあなたは来なくてもいいですよという一つの文にまとめることができるんですけれど、ここでは3番では、if の文章を後ろにつける形で英文を作っています。ですから前に来るのは You don't have to come が来ますね。 You don't have to come、 で、 you are busy に if をつけて、 if you
のになりますね。if が後ろに来ているので、ここにカンマはつきません。よろしいでしょうか。if の文章、ね、2つの文章を1つにまとめる接続詞で、if の部分が前に来ているときには、後ろの文章の前にカンマがつきます。if の文章が後ろのときにはカンマは使いません。また、if の入っている部分が未来を表す場合でも、その if の部分に未来を表す will を使わないと、このことはしっかり覚えておいてください。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に、教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。